れ様です。どうも、おやきです。本日はデコキャラシールホルダーについてお話ししていきたいなと思います。皆様はデコキャラシールどのように保管されておりますでしょうか。ちょっと私のですね、シールがこんな感じでですね、裸の状態でありまして、ちょっとどのように保管しようかなと思っていたところ、つい先日ですね、この今年の冬にある映画用のデコキャラシールホルダーがですね、おまけでついてるパンが発売されまして、ちょっと長野のお店でですね、私探したんですけど全然目立たなくて、某通販ショップ、オークションショップ、そういうところでちょっと購入させていただきました。はい。でちょっと今回ですね、他のお店で見つけてきたこの2つですね、まず1つがこちらなんですけど、某青い袋が有名なお店で買ってきましたシールホルダーではなくて、缶バッジ専用の収納ホルダーということで、ちょっとこれでですね、どのような感じで入るのかちょっとご紹介できればなと思いまして、で、一応ちょっとまだ値段ついてるんですけど、ちょっとすみません見づらくて申し訳ないんですけど、770円ということで、はい、税込みですね、はい、でおりました。こんな感じですね。裏は何もないんです、はい、これと、であともう一つですね、ちょっともうここに載ってるんですけど、長野県民といえばおなじみジム吉です。ジム吉のここに、書いてありますね、見開きの良い特殊用特殊溶着タイプ、はい、カードホルダーって書いてありますね。ちょっとこんな感じで中がホルダー状に、多分ですけど、名刺入れですかね、の専用のあれで、これ定価がですね、こちらの方がどっちなんだろう、595円なのかな、税抜き595円だと思われます。はい、多分、はい、そんな感じですね。ちょっとこの3点ですね、まずちょっと入れて比べてみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではスタート。じゃあ、まず1つ目ですね、こちらのホルダーから、通常のホルダーですね、専用のホルダーなので、ちょっとこの片面にまず入れていきたいなと思います。じゃあまずちょっとこちらから、おお、やっぱり専用のだけあってサッと入ってきますね。全然映ってなかったです、申し訳ないです。こんな感じで綺麗に収まります。やっぱり公式から出てるものだけあって綺麗に収まるのですが、何分このホルダーがですね、少ないんですね。これ両面合わせて入れても何枚も40枚ぐらいですかね、多分そうですね、40枚ぐらいだと思うので、でこれももう見て分かる通り増やせないような形状になっておりますので、そうですね、これ何冊も必要ですよね、はい、っていう感じでですね、ちょっと今回別のものを買ってきたので、まだこちらの通常の紹介になりました。で、ちょっと次がですね、某青い袋のお店で買ってきたこちらのホルダーで、ちょっとすみません画面に入らないんですけど、12箇所ですね、ホルダーのとこがついてるようにはなっております。じゃあちょっと入れていきましょう。でちょっと入れ終わりましたと。ちょっとこれすいません、画角に収まってないんで、これ本当は上にもあるんで12枚入ってはおります。はい。で、こう裏面から、こう裏側からですね、こう入れる、今ちょっとこう1枚入れちゃったんですけど、ここからですね、上から見るとこんな感じで入ってるんですけど、
これがですねちょっとはみ出てしまうんですよね。上のところがちょっとはみ出て、裏側の方がはみ出てしまうので、ちょっとそうですね、ここがやっぱサイズが合わなかったですね。まあでもこう見た限りだと綺麗には収まっているかなとは思いますが、これもですねちょっと難点がありまして、一応72個多分スペースがあるので、×2 なので144枚はお入れできる、入れることできると思うのですが、これもまあ見ていただければ分かるんですけど、追加でですねシート買っても補充できないタイプのファイルなので、ちょっとそこがやっぱり難点かなと思いますね。まあでもこうやってやるとすごいなんかかっこいいですよねおしゃれと言いますかまあどうですかね、まあ私個人的には結構こうやって見る分には綺麗に見え、そこ開い閉じてた状態でも結構綺麗に見えるので、それはいいかなとは思うのですが、まあそうですね、はい、まあ、ちょっと値段も、まあ、770円ってところがどうなんですかね、いいのか悪いのかって感じですので、まあちょっとぜひご検討されてみてはいかがだなとは思います。はい、では次に行きたいと思います。で最後こちらですね、某事務ショップの、名刺入れということで、ちょっと表面にまず入れていきたいと思います。はい、では完成いたしました。あ、ちょっと透けて見えますね、ここからでも、こんな感じでですね、やっぱこう名刺サイズなので、ここら、あ、すみません、名刺サイズなのでこの辺がやっぱ若干ゆとりがあるかなっていうので、このゆとりのせいでちょっと今入れづらかったですね。でもまあここの高さがほぼぴったりなので、いやでもこうやって見る限りだとえらい綺麗に入れたと思いますね。これも結構なページ数あるんで、どのぐらい入るんですかね、これは。240って書いてありますね。多分これ240枚入るんで、多分一番今まででも最大のサイズだと思いますね。240いれば、まあ、関東だったら150匹ですね、全部これで収められるんで、まあ、ちょうどいいかなと。あ、これいいですね。ちょっとまあ強いて言えば今までの中で一番前、なんか安っぽいって言っちゃいけないんですけど、まあ、安っぽいような感じですけど、いやでもいい、個人的にはいいかなと思いますね。この値段で、650円ぐらいですよね。税込みで650円ぐらいで、240枚入って、で、あ、ちょっとこれもあれなんですよね。追加で補充できるようなあれではないので、あれなんですけど、いや、でも名刺とデコキャラシールって同じサイズだったので、いや、これはいいかなと思いますね。ちょっと次買うなら、まあ、これで、いいかなと、個人的に。この公式の、公式さんから出るやつってなんかどうもやっぱ期間限定でしか販売してないみたいですので、ちょっとやっぱりですね、こう、私はデコキャラシールを食べまくって、どうしてもダブリが出てきてしまうと全部こうファイリングしたいので、こういうのですね、出るお店で買えるのがいいかなと思いました。はい。ではちょっと今回はですね、デコキャラシールホルダーについての番外編となりました。皆様、何かご参考になればなと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。